村上市の居酒屋店です。長く平野兄弟を応援している後援会の皆さんが金メダルへの思いを込めて食い入るように画面を見つめています。こうなると思ったけど素晴らしい。彼はねまだまだ進化してるからこれで、満足するような人はないんですよ、うん、だからこれから もっともっとあれどんどん進化していくと思います。 JR 村上駅前です。競技終了からまだ1時間も経っていないんですがすでに平野歩夢選手の金メダル獲得を祝う看板が用意されています。ジャンプの高さがすごくてもうキャーって言いながら、ね、車内でキャーって言いながら応援してました。うん、本当にもう誇りですよね。うん、歩夢選手が幼い頃から練習を重ねたお隣山形県の横根スキー場でも長年コースの整備を担当してきた高橋恒幸さんは嬉しい、よくやった。いや本当によかったな。新潟駅前でも平野歩夢選手の金メダル獲得を受けて号外が配られています。感情をそんなに思ったに爆発させることもなく淡々と自分のするべきことをするっていう姿がすごい感動します。明るいニュースを作ってくれてありがとうと言いたいですかね。はい。